コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。本日の動画は新型クラウンスポーツのウェブ見積もりをやってほしいと18歳の方からリクエストがありましたので見積もりをやりたいと思います。で、実際にトヨタに行ってクラウンスポーツの見積もりをやってもらいましたので、その話も少ししたいと思います。皆さんはクラウンクロスオーバー、クラウンスポーツ、クラウンセダン、クラウンエステート、どれが一番気になりますか？見積もり画面を開きます。コウヘイ TV。 クラウンスポーツのグレードは最上級グレードのスポーツ Z のみとなっております。ハイブリッド車の価格は590万円からと。基本スペックは全長4720mm、全幅1880mm、全高1565mm、ホイールベース2770mm、タイヤサイズ21インチ、パワートレインは 2.5 リッターのシリーズパラレルハイブリッドで、駆動方式 E4 となっております。で、昨日クラウンスポーツの中古車の動画を配信させてもらいましたので、見てもらえると幸いです。概要欄にリンクを貼っています。モノトーンのボディカラーがプレシャスホワイトパール、メーカーオプションになりますのでプラス55,000円、アッシュプラス0円、ブラックプラス0円、エモーショナルレッド3プラス55,000円、プレシャスブロンズプラス55,000円、マツダードプラス0円となっております。バイトンカラーがブラックプレシャスホワイトパールプラス99,000円、ブラックアッシュプラス55,000円、ブラックエモーショナルレッド3プラス99,000円、ブラックプレシャスブロンズプラス99,000円、ブラックマツダードプラス55,000円となっております。バイトンカラーはボディカラーの色によってメーカーオプションの価格が変わってきます。クラウンスポーツはブラックがかっこいいと思いますので、私はブラックを選びます。内装色はブラックとサンドブラウンの2種類で、シートは本革となっております。内装色はブラックが標準指定となっておりますので、サンドブラウンを希望する場合は注文時に指定が必要です。またボディカラーのブラック、マスタードとマスタードではサンドブラウンが選べないので、サンドブラウンの内装色を設定したい方はボディカラーを選ぶ際に注意が必要です。で、忘れたらいけないので、クラウンスポーツの見積もりをしてもらいましたので、ウェブ見積もりをする前に話します。見積もり画像がこちらです。新型クラウンスポーツ HEV ハイブリッドですね。で、グレードは1種類しかないのでスポーツ Z です。車両本体価格590万円、メーカーオプション価格55,000円、付属品価格29万1060円、合計624万6060円となっております。で、クラウンを下取りに出しましたので270万円引かれて、支払い総額376万3420円でした。新型クラウンセダンも見積もりをしてもらいました。車両本体価格ハイブリッドなので730万円、メーカーオプション価格55,000円、付属品価格297,660円、合計765万2660円です。で、新型クラウンセダンも下取りに出しましたので、まあ、270万円引かれ、合計517万3230円となりました。クラウンスポーツよりも新型クラウンセダンの方が高かったです。クラウンスポーツのウェブ見積もりをやっていきます。オプションを選択する。パノラマルーフはどうしようかな。欲しいですね。つけます。皆さんはパノラマルーフいると思いますか？もしよかったらコメント欄に書いてください。よろしくお願いいたします。プラス11万円です。サイドエンブレム王冠、サイドエンブレム、ああこういう風な感じになってるんですね。クラウンって書いてあるな。サイドバイザー33,000円、これもいらないかな。つけません。モデリスタエアロパーツセット。クラウンスポーツのモデリスタのエアロはそこまで見たことがないので、今少し見てみます。モデリスタエアロパーツセット、塗装済みで258,500円。モデリスタのエアロは高いですね。フロントスポイラーとサイドスカート、リアスパッツが変更されるんですね。プレシャスホワイトパールとブラックが今のところあるんですかね。ミラーガーニッシュをつけたらだいぶ雰囲気が変わりますね。
ほう、どうしようかな。21インチアルミホイルセット。おお、すごいな。フロント、リア、モデリッツァエアロパーツセットは25万8500円しますので、つけません、諦めます。ミラーガーニッシュ、モデリッツァエアロつけたら、これもね、つけた方がいいと思うんですけども、今回はつけません。17,600 円するんですね。21インチアルミホイールセット28万6000円か。これもいいかな。スペアタイヤ14,300円、クラウンパッケージ、これはつけておきます。ナンバーフレーム3,300円、つけときます。リアもつけます。ナンバーフレームデラックスとかあるんですね。ドアエッジプロテクターメッキ調、これはいるかな。つけません。ドアエッジプロテクターフロント、これもいらないかな。2750円か。つけません。この辺もいいかな。プロテクションフィルム6600円、これもつけなくていいかな。ドアハンドルプロテクターブラックか、6600円、これもつけません。ドアハンドルプロテクターシルバー、これもつけません。インテリアを見ます。ベーシック一押しセット、モノトーン用、112,200円するんですね。フロアマットエクセレントタイプ、ほう、こういう風な感じになってるんですね。67,100円か。つけます。ロイヤルタイプはどういう風な感じになってるんでしょうね。フロアマット見てみます。おうおうおう、こういう風な感じになってるのか。エクセレントタイプがいいかな。つけました。スノーレジャー用フロアマット11,550円、どんな感じになってるんでしょうかね。おうほうほう、こういう風な感じになってるんですね。つけません。ラゲージソフトトレイ16,500円、見てみます。ほうほう、こういう風なデザインになってるんですね。ラゲージマットベーシックタイプ、つけます。16,500円です。インテリアイルミネーションホワイト14,300円、これは足元が光るんですかね。これは欲しいです。私はアンビエントライトが大好きなので。マニュアルケース8,800円。おお、このマニュアルケースかっこいいですね。ここにクラウンのロゴが入っています。かっこいいけど、これはいらないかな。8800円しますし。安心ドライブサポートクッションラグジュアリータイプ6160円、お尻を包み込んでくれそうですね。このクッションだったら 2,3 時間乗っていてもお尻が痛くならないでしょうね。6160円か。つけません。カットフィルムスモーク27,500円か。これもいらないかな。カットフィルムダークスモーク、これもつけません。スマートクッショントート、新型クラウンセダンも同じスマートクッショントートがありました。9900円するんでつけません。アシストグリップ16,500円。おお、このアシストグリップは大きいですね。つけません。アシストグリップシンプルタイプ6,270円、こういう風な感じになってるんですね。つけません。アシストグリップつり革タイプ4,840円、これもつけなくていいかな。セーフティー&セキュリティホイールロックボルト13,200円、この辺はつけなくていいかな。皆さんはつけますか。ナンバーフレームセットクラウンロゴが入っています。おお、すごいな。この辺は飛ばします、つけなくていいな。レスキューマン3、皆さんは車にこういうの積んでますか。私は積んでないんですけども、いらないかな。三角表示板2,750円、これはつけておきます。もし高速道路とかで車が止まった場合困りますからね。カーカバー25,300円、これはいるかな。ものすごく悩みます。昔職場の先輩に聞いたんですけども、カーカバーをつけるときに車が傷つくと、その方は言ってたんですけども、本当にカーカバーで車が傷つくんでしょうか。分かる方がいたら教えてください。よろしくお願いいたします。どうなんですかね。これはいらないかな。飛ばします。これもいらないですね。エレクトロニクスデジタルキー33,000円か。うわ、これはつけてた方がいいんでしょうか。悩みます。つけます。つけちゃった。クラウン専用機22,000円、いるかな、いらないかな。クラウン専用機、悩みます。いいかな。プラスサポート用スマート機13,530円、これもいいかな。リモートスタート57,200円、皆さんだったらリモートスタートつけますか。総額628万9,720円となりました。
公平 TV。 いろんな種類のパーツがありますので、見ているとついつい、あ、これも欲しいな、あ、これも、あ、これもって感じでクリックしてしまいますね。ダメだな。皆さんももしよかったらウェブ見積もりやってみてください。以上になります。またクラウンスポーツの動画も配信させてもらいます。本日の動画はこの辺で締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。コヘでした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。